はい、どうもこんにちは、三森です。そして、はい、一応80です。おはようございます。お願いします。通常切れましたか。今何時ぐらいですか。8時半です。あ、違う。それ8時半ですかね、夜の。ございます。別に、いや、夜勤とかじゃないんで、はい、いいですよ、普通にこんばんはで。遅番からの引き継ぎは。夜勤のやつじゃん。8号室のお客さんがコップを2回割ってるので、気をつけて。あ、多分カラオケかな。はい、ということで、始まりましたけども。相方奥村うどんっていう相方がいるんですよ。まあ相方がモンハーさんの、ハニートラップのドッキリにかけられて、それが今 au ビデオパスで、流れてるらしいんで、有料会員のやつなんですけど、それぜひ au ビデオパス入ってる方いたら見ていただければと。3ヶ月後なんですけど、7月ぐらいから、YouTube とか ABEMA の方でも配信されるらしいんで、3ヶ月待っていただいてっていう感じで。わあ、そしたら誰でも見れるんですね。はい、相方のオスの一面が見れるのでぜひお願いします。今回が採卵の方をやっていく回になるんですけども、今回のその採卵する種類が、こちら、グラントシロカブトですね。白いヘラクレスみたいなフォルムのやつ、ちっちゃい可愛らしい。3人合わせて星野デッサン、はいはいはい、パーパーと一緒に、はい、交尾を見届けたやつです。おお、はい、これアリゾナのいいですね。はい、これ採卵していくんですけど、ちょっと前3月13日に僕もう1回採卵しちゃってるんですよ。その時の結果が44個。え、そんな俺グラントシロカブとすごい相性いいイメージで、うん、毎回それぐらい取れるんですよ。だから2回目からは通常運転になると思うんで、うん、まあ10個ぐらいあればいいかなと思ってるんですけど、2つあるんで2つやっていきます。はい、はい、じゃあちょっとこれ開けて、はい、もえさんも食べきってますね。はい、じゃあちょっと放り出していきます。うん、やっぱ出てくるとびっくりするね、はいメスちゃん、だいぶ軽くなってますね。なんか白っていうほど白じゃないね。湿度が多いと黒くなるんですよ。とか餌十分に与えてると乾燥してたらどんどん白くなるんで、後で白くなると思います。そんなに硬いの。はい、取り出しました。もう卵見えてますね。結構これとか違うんですか。お、正解者に拍手。あ、当たった。これ卵です。すごく綺麗に入れてますね。ちなみにここもこれも卵を入れた後の空間ですね。うん、あ、その真下にある。多分それじゃないかな。じゃあちょっと結構期待できるんで。あ、本当。あ、意外と見えてる。いろいろと。はい。グラシロ結構ね、側面に産むイメージ多いというか、ヘラクレスとか意外と側面から見えないんですけど。うん、じゃあもうやっていきますよ。あ、1。グラシロは卵期間がもう異様に長くて、ヘラクレスとかって1ヶ月ぐらいなんですよ。グラシロって長いと半年ぐらい卵の期間あって。半年、はい、短いのは1ヶ月半とかで孵化したりするやつもいるんですけど、卵期間が長いっていうのが特徴なんですよ。でも部屋を暖かくしても変わらないの。変わんないですね。それが特徴。ちょっとずらしとこうかな。ありますね。すげえな、本当に。いやね、ヘラクレス相性なんですかね。ヘラクレスも取れる時はすごい取れるんですけどね。多分血が濃くなってるのが原因だと思うんですけど、10は絶対あるな。これ24ありますね。多分24あるベースで、はい、僕経験で分かるんですけど、卵の位置が全体に卵が散ってるんで、一番端のブロック、端同士のブロックに卵の穴とかが見えてるんで、うん、結構もう広範囲で卵を産んでるってことは、それだけの数卵を産んでないとそこまで動かないはずなんで。そういうことか。はい、24ですね。これ当たったらすごいな。早送りしちゃっていいかな。そこならないんか、ちゃんと。マジ何してるんですか。いやーねえ、落ちたなー。マジか。多めに入れよう。いや、ドラゴンボールじゃないんだから。確かにね、願い叶えてないのに。揃ったら散るなよ。半年も生まれないってことは、その分襲われやすいからたくさん産むのかね。ああ、可能性もあるですね。それあるな。なんかで見た気するな。あ、そう、そういや、なんじゃないかっていう説。長くすることで他の生態とずらしてるんですかね、生きてる。ああ、はい、ということでこの中にもう32個全部ぶち込みました。はい、ああ、本当だ。早いやつは2ヶ月後ぐらいに孵化したりするんで、うん、まあちょっと32個これ入れすぎちゃってるんで、まあその都度幼虫になったり取り出したりとか、土の都合上ちょっとこれ1個にまとめてるんですけど、まあおいおい10個ずつとかにプリンカー分けていくかもしれないですけど、仕分けしていきますと、はい、とりあえず32個、1個目が32個でした。ありがとうございます。完璧。じゃあ次のやつもう1セットあるんで、はい、やっていきます。はい、はい、セット終わりました。結果こちら。うわ、1234202121223個、23個ですね。すごい取れましたねこれは。いや取れた取れた。じゃこれもさっきのようにこの中に入れて保管してって感じにするので、はい、ということで結果的に2つで32個と23個712個でした。ボケた。結果55個です。55個でした。結構取れたかなと。どうなんですかね、ブラシロはやっぱどうしても卵の期間が長いから、うん、その分なんか多く産む習性があったりするのかもしれないですね。ああ、俺がさっき言ったやつか。なのでまあこれあとは4ヶ月後に幼虫がどれぐらい孵化するのかで、成虫までどれぐらい持っていけるのかとか、うん、随時見ていただければと思いますんで、はい、ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。